金峰町は、鹿児島県の南部にあった町で、薩摩半島の中心部であり、日置郡に属した。2005年11月7日、加田市、大浦町、笠佐町、大野津町と合併して、南薩摩市となり、自治体としては消滅した。東部には、南薩の名宝で霊峰でもある、金峰山を手法とした山々が続く、山岳地帯で山麓から、 中央部にかけては、白洲大地となり、その後は海岸まで平野が広がり、海岸は、吹上浜砂丘となっている。堀川、長谷川が町域を貫流し、鹿児島市石山付近を源とする万之瀬川と、それぞれ合流し、東、品海に注いでいる。支流域を含めた、流域一帯は、水田地帯となっている。気候は、年間を通じて温暖で、 冬はやや季節風が強いが、海の影響でさほど寒くない。年間降水量は2077ミ、mm、リメートルとなっている。西側から見た姿が横たわる女性に例えられる。金峰山の麓、と、素晴らしい田園地帯で知られる。旧石器時代からの豊富な遺跡が発掘されている。道の駅である、木花館の名称は、古事記に登場するこの花咲くや姫に由来している。木 地区工芸品などの展示、販売、蕎麦体験道場を通して、町外の人たちとの交流を図ったり、手打ちの蕎麦や、金峰し光のおむすびが食べられる。よ、かぶい、金峰山の神社大祭など歴史あるものから、木花館春祭りなど新しいものまで多彩な祭りが模様されている。日本三大砂丘の一つで、美しい松林の続く広大な吹上浜があり、 海亀の産卵場所として名高い。一帯は県立吹上浜海浜公園として整備され、公園内を流れる万の瀬川の流域は県内でも有数の野鳥観察場であり、河口にかかるサンセットブリッジから見る東、シナ海に沈む夕日は観光客に感動を与えてくれる。また、公園内には県立南殺少年自然の家もあり、 キャンプやカヌーを楽しむ家族連れで賑わっている。温暖な気候や豊かな水に恵まれ、古くから米作を中心とした農業が行われ、補助整備などの基盤整備や機械化にもいち早く、取り組み、難殺の国草地帯と呼ばれている。中でも、早期水溝が盛んであり、3月上旬に田植えを行い、7月には出荷する超早場米は、金宝腰光として県内外に知られている。 また一部では、古くからアイガモを用いた農法を使っている町でも、ある。また吹上浜砂丘一帯で生産される白ネギは、夏場を除くと周年出荷でき、品質の良さで人気があり、コシヒカリと共に町を代表する作物である。気候と地理を生かした農業の盛んな町である。中学校、小学校、特別支援学校その他、教育施設、一般路線バス高速道路の、 最寄りインターチェンジは、イブスキスカイラインの釈山インターチェンジ。一般国道県道主要地報道一般県道。ありがとうございます。